はい、今回はですね、ちょっとね、茨城県の高校入試について出題傾向がね、だいぶ変わってくるんじゃないかなというか、まあ出題形式か、傾向は変わんないかな、うん、出題形式がちょっと変わるんじゃないかなと思って、まあちょっとね、今年の県立の受験、中学校の受験が終わった段階で、ちょっと期日増えてきたかなっていうことで、まあ他のね、生徒さんにも、ちょっと期日今年はもうちょっと増えるよというのをね、説明しようかなと思って今動画を撮ってます。で、まずね、この期日が増えるっていうのをなぜ私がこう言い始めてるのかっていうと、まあちょっとね、ここの答案を見てもらえるとわかるんですよ。この右側に映ってるのが、まあ市販されてる高校入試の、まあ答案用紙みたいな形ですよね。で、ここ2年、あれですよね、去年と、その前の年、一昨年か、は、普通に記号問題中心に出てたわけですね。で、2021年っていうのは最後に記述があった年なんですね。で、その時の答案用紙が2021年。で、こっちが高校入試の英語の答案用紙のページ。で、ここは数学のページなんですね。どこもこう見てもわかる通り、まあ、作図があったり、証明、数学だったらね、証明があったりとか、あと、英語だったら英作があったりっていう形だったんですね。で、同じ年の、まあ、1ヶ月ぐらい、2ヶ月ぐらい早く行われる、まあ、中学入試の方も、記述がいっぱいあったんですね、実は、こんな形で。うん。で、この年の21年のその春の入試の時に、まあ採点ミスがあって翌年どうなったかっていうと、まあちょっとね見てもらうとわかるんですが、英語数学の答案用紙っていうのは、まあ今度はここにあるのが数学なんです。これ、まあ答えだけ書かすようなタイプの作図もなくなったし、証明もなくなったんですね。うん、翌年。で、英語の方もこれ全部まあちょっと見てもらうとわかるんですけど、これもほぼ記号ですね。単語書かすのがちょっとここら辺とか、あとここら辺とかがあったかなっていう形で、あとはもう他の教は全部記号だったんですね。で、その年の1月に行われたのがどんな中学入試の答案だったかっていうと、2022年ですよね。2022年の答案って、中学入試の方どうなってたかっていうと、ほぼもう全部記号の選択問題に変わっちゃったんですね。記述は多少残ったかなっていう感じで、まあ、ほぼ全問答えをだけ書かすような答案用紙に変わって、で、やっぱり中学がそういう形になったんで、高校の方はもうほぼ全部記号とか、まあ、書かす問題っていうのはほとんど出なくなっちゃった。オール記号ですね。で、この年は、国語が、まあ、全部、これ、記号で漢字も何もないような形の答案になってるんですね。うん。で、去年。じゃあ去年はどんな形だったかっていうと、まあ、これは高校入試の答案ですよね。で、あと去年の中学入試。やっぱり多少記述は戻ってきたかなと。1月に行われた中学の方のやつはね。多少記述があるかな。じゃあ、どうなの？去年のやつはっていうと、英語はまあ英作なしですよね。まああってもまあちょっと虫食いで埋めるような問題。数学もほぼ計算の答えだけ書かすような問題で。まあ理科で多少作図があったかなっていうのと、まあ言葉を書かす問題が多少社会も出てたかなと。で、国語はどうかっていうと、まあ多少抜き出して書くのがちょっと復活したかなと。で、あと漢字の読み書きとかっていうのが出てましたよっていう形なんですね。で、今年どうなってるかっていうと、中学のまず受験の方ね。中学の受験の方を見ると、高校の、まあ、出題形式っていうのが、まあちょっとね、予想ができますよっていう形で見てみると、まあ、問題ちらっとだけ 見せるような形なんですけど、まあこんな形でページ数にしてですね、12ページぐらいになってるんですね。理数系の方が。あ、12じゃん。13ページか。で、
あと文系の適性検査2の方はページ数にして、まあ14ページ、45分で解くのに13ページとか14ページって小学校6年生が解くには結構なボリュームなんですね。で、あとこっちの方も見てみると、まあ記号が多かったんですけど、模範解答の方ね、記述がだいぶ前年に比べて増えてるっていうのと、まあこっちが適性検査1なんですけども、まあこういうふうに結構長い説明をさせたりとか、あとまあ国語の方もね、長い文章を書かせるっていうのがちょっと出てるので、そうすると高校受験の方もですね、だいぶ記述が戻ってくるんじゃないかなと、今年。だから前年はちょこっとしか出てなくて、その前の年も記号がメインで出てたので、もしね、今年、春受験、まあ2月ですね、今年はね、2月の月末に、茨城県の場合は高校入試があるんですが、今までのように記号が中心の出題で、まあ、点数高めに出るっていう、まあ、傾向があったんですが、おそらく今年はもうちょっと昨年よりも記述が増えるんじゃないかと。で、説明させる、その、問題が増えるんじゃないかなっていうのが予想ができるんですね。まあ、高校入試の場合、中学受験と違って受験者数が、まあ、多いので、採点に手間がかかるっていうのがあるんで、極端に長い文章っていうのは出ないとは、まあ、作文みたいなものは出ないとは思うんですが、説明させる問題っていうのは多分出てくるんじゃないかなと。で、そこのね、準備をしといた方がいいですよと。もちろん平均点も下がるんじゃないかなと、前年に比べてね。なので合格最低点ももちろん全体的に下がるんで、合格最低点も下がってくるかなというのが予想されるよと。で、これやっぱりね、心の準備しとくかどうか、要するに期日がね、去年よりも多くなるよっていうのをやっぱり準備しとかないと、あと問題文が長くなるっていうのももうちょっとね、準備しといた方がいいかなと思いますね。じゃないとこう本番ね行った時に終わらないとかね、そういうのは多分出てくると思うんですね。なので問題文長くなってるよっていうのは頭に入れといた方がいいですね。で、まあ当日自分これ解けそうもないなと思ったら粘らないことですね。粘らずに、次の問題パッパッといって解けそうな問題から解いていくっていうのがやっぱり高校受験の常道なので、まあ記述の問題とかってどう書いていいのかパッと思い浮かばない場合は、まあ一旦スルーをするで後に戻ってきてもう一回書き直す解き直すっていうのがいいかなと思います。まあこれぐらいでちょっとね、緊急でねちょっと動画撮ってるんで、まあ特にねあくまで予想なんでね、まあまあどこまでちょっと私の予想が当たるかわからないですが、まあ英数国社理と全部記述がちょっと増えてくるんじゃないかなと。数学は正面ももしかしたら記述で戻ってくるかもしれないよっていうのは頭に入れといた方がいいかなと思います。以上で今回の動画は終わりにします。もしよろしかったらチャンネル登録、高評価、コメント等いただけると次の動画の作成動機になりますのでよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。